はい、ということで本日はこんなに可愛いのに鬼畜芸というシャボンのルキミンをプレイしていきたいと思います。まあいろいろな鬼畜芸をかいくぐってきた私なら楽勝ですがね。言うほど鬼畜芸かいくぐってきたか。ほら、アンダーテールとか、あれはガチで辛かった。カップヘッドとか、あれ？カップヘッドの実況って、そろそろカップヘッドの再開しません？来年こそカップヘッド再開しますよね。カップヘッドからは逃げられない。カップヘッドから逃げるな。カップヘッド実装してるんですか？そろそろカップヘッドやってほしい。泣いてごまかすな。カップヘッドもそのうちやりますが、まずはシャボンのルキミンで。はぁ、左上の爆弾でルキミンが爆発する仕組みでーす。何？これがルキミンっていう認識でオッケーだと思います。さあどんどん進んじゃってください。明らかに怪しい握り飯があるけど。まあわかってる。罠だってわかってるわよ。わかっててあえていくわよ。全部のデス演出見てみたいじゃない？全部の罠に引っかかっても大丈夫なようにフォローしてます。はいはいやっぱりね。じゃあ気を取り直して進んでいくとしましょうかね。どんな罠だってかいくぐって。あーまやー。お、ずいぶん遠くまで飛んでいったな。ふっふっふ、やるじゃない。まあわかってたけどね。強がりはやめなさいや。こんなバネもう信用しないわ。この猫こんなに跳躍力あるの？まあ、猫だ。せめてジャンプしろや。はっはっはっはぁ、はっはっはっは。泣いてない。はいはいお前が動く子ふざけんなー。全部の罠引っかかってくれそうでお母さん嬉しい。私にそんなバナナみたいな頭したお。そこは引っかかるなよ。悔しい。忘れてたー。と油断させておいて。本当に忘れてただけなんだろ。上に看板とか置いてあたかも上に行かせようとして。いやでもあの看板気になるな。いい、わざわざ危ない橋を渡ろうとするな。いやこいつ、信用していいのか？乗った瞬間吹っ飛んでいったりしない？もう疑心暗鬼に陥っています。おい、字幕で乗ったかどうか見えないだろ。いや意外と普通に進めてるな。ルキミン、お前はやればやるやつだって分かってたよ。お前それ何にも考えずに飛び移ろうとしてるけど。え？ルキミンはやるの？負けてたまるかー。今絶対もうダメだと思ったよ。ルキミンはやるやつなんて。ルキミンに絶大な信頼を置いているけども。おこれ私にはどうすることもできませんね。いやお前にしかどうにかできないのよ。進むルートとしてはこういう感じですね。壁に頭をぶつけながらボール。いきなりすごい緊迫感出してくるじゃん。大丈夫、すぐゆるっゆるの BGM になるから。ルキミンの BGM をゆるっゆるって言わないで。それでは作戦実行。おーとっとっとっと。おい、後ろのメジエドに突き刺さるだろうが。あれメジエドだったの？いっけー。なんで成功して驚いてんの？まあ想定通りですね。嘘つけ。ねえこれ下見えないじゃん。怖いよ。まあピニゲーなんで諦めて進ん。そこでやられないで。降りて。降りろよ。いやー上と下の歯が気になっちゃって。え？いきなりの弾幕ゲー始まったんだけど。爆弾処理班呼んで。あの手の爆弾は処理が無理かと。もういい、ルキミン、全力前進だ。お前のその目にも見えぬ速さでボタンを押すんだ。ルキンめっちゃもたもたしてますけど。あれは残像の方ですね。本体はもうとっくって終わりじゃないのかよ。いやでもこのルキミンの速さならいける。特別速いわけじゃないけど間に合いそうだね。やった、今度こそ撃破だ。だ、出しすぎじゃないです？あんな顔も見えなくなる。マジであそこのミスはやめて。え？お茶目でしょ、キュートでしょ。ルキミン、頼むからもう少し早く、せめて走ってくれないか。ルキミン、お前のスピードはそんなもんじゃないだろ。ずっとこんなもんでしたよ。あーなんかすでに一タイミング見失ってる。あんな爆弾近づいてくるの黙って見てて地獄だろうな。ルキミンの立場になって心情を考えるな。よく国語の問題であったじゃん。さあルキミン、お前の力を見せてくれ。いやいや入り口で3回もミス。ちょっと今いいところだから字幕かぶせんな。ルキミンは爆弾を避ける技を習得してない。いやでもきっとあんな感じなのよ。スピードが出せないルキミンに残された方法は避けるしかない。いやだから字幕邪魔だっての。お前の字幕だろうが。いやもうマジで怒ったかんな。許さないかん。もうマジで怒ったかん。最後まで言わせて。入り口であんなにミスするからだろ。キャーキャーキャー。なんなのこのゲーム。シャボンのルキミンです。シャボンの顔してたら何でも許されると思ってんだろ。霊夢さん、爆弾の隙間をかいくぐってください。私だってかいくぐりたいよ。忍者のようにさっそうと駆け抜けたいよ。あ、忍者の修行してくるんでやめていいですか。シャボンのルキミンから逃げるな。この隙間誰か私のルキミンに足かせしてない？してないですね。その割に足が鉛のように重いのよ。絶対これルキミン知ってる？人間の世界には不可能って言葉があってですね。霊夢さんの辞書はすっかすかなんで不可能の文字もないです。おーとっとっとっと。こっちかな、それともこっちかな。いや全然進める気がしないのだ。私の辞書に不可能の文字はないということだ。さっき不可能って言ってましたよね。やったー、ラスボス討伐。皆さんご視聴ありがとうございました。私にかかればシャボンのルキミンはこんなもんです。さ、旗でもあげに行くか。マリオじゃねえんだから。どうしたんですか？ラスボス倒しましたよ。ラスボスじゃなかったんだろうな。いやこの場面絶対信用なら。おーっと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 、結構ジャンプ力ある。せめて次の場面に乗って。私この場面のことまだ信用したってわけじゃないんだから。ほらね、信用ならないって言ったでしょ。おい霊夢、水鉄砲でマサシを人質に取ってどうする気だ。マサシを救出したかったら攻略を教えろ。攻略なんかねえよ。マサシ大丈夫？生きてる？
だがここでの休憩が良かったのか、霊夢は異常なまでに上達する。はぁ、あ、虚空を眺めてたら気が休まりましたよ。大丈夫？なんか病んできてない？今までなんであんなに高く飛んでたんでしょう。お前低く飛ぶことできるんじゃねえか。そうだ、これしょぼんのルキミンだったわ。おやぁ、ジャブ台を投げるのはおやめください。さっきのはもしかしてまぐれだったんじゃないのか。いやいや、そんなことはなかったか。霊夢さん、そのままだとさっきと同じじょ。わかってんだ、あの上に向かえばいいんだよな。え、そうなの？そうとしか考えられないだろ。せめて同じミスはやめてもらえますか。それは本当に申し訳ないと思っている。だが次は成功させるから安心して。あがが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 、結局そこにはまってるじゃねえか。まだ助かる。左のバネに飛び移ればいいだけ。いやちょっと待って、さっきあの天井に頭ぶつけた。ぶつけたように見えたな。え、まさかでしょ。だってあと進む場所なんか。いや頭ぶつけ、あがが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 、何回同じことするんだよ。これは罠だ、しょぼんのルキミンに対する罠だ。そうだよ。まあでもまだ助かるがな。左のバネに飛び移れば何のも。え、じゃあどこに向かえっていうの。あの上から天井裏を通っていくとワープの土管があるのよね。霊夢さん、これマリオじゃないんで。あ、このままだとまた。これ普通に考えて、こっちに進めばいいだけなのでは。うん、私もずっと思ってたよ。あの隠しブロックの上通るように行けばいいんじゃない。わかっててもできないのがしょぼんのルキミンなのよ。いい、私こんなところで時間食ってる場合じゃないのよ。最近ベランダに毎日来る十四松に餌やらなきゃいけないんだよ。懐かしのたち、心の中の想像のベランダに十四松の十蔵がやってくるんだよ。イマジナリー十四松。まあ先に進めたからよしとしよう。絶対怪しい。わかってんだよ、お前が動き出すことぐらいな。普通そこは動き出すでしょ。そんなあからさまな場所にあって微動だにしないとかある。霊夢さん、これしょぼんのルキミンなんで。そうだったわ。何でも怪しいと思って進まないといけないの。いや十分怪しんだ結果あれだったけどね。さあ上に行くか下に行くか。これ上に行くの絶対無理じゃ。ジーン、足ジーンってなったんですが。いやあれアウトなの。足ジーンはアウトですよ。足ジーンはアウトなの。足ジーンってなっただけだよ。お前足ジーンって言いたいだけだろ。おーん、ダメ元で進んでみたらなんかいけたんだが。てこれホワイトアスパラガスだったのかよ。どっからどう見てもホワイトアスパラガスですよ。どっからどう見てもホワイトアスパラガスじゃねえよ。でもこれで足ジーンってならなくて済むわけね。上の方が明らかにトロッコとか乗れそうで楽しそうなのに。もっと警戒してください。こっちもホワイトアスパラガスかな。なーんて、どうせ次も上に飛んでくるんだろ。わかってる、わかってるよ。君の考えてることなんて全部の罠引っかかってたような。同族だよね。仲間だと思ったのに。まあ明らかに種類が違いそうではあったが。もう次は騙されないぞ。そのまま突っ込め。犬？なんでもランダムみたいだな、あの動物は。これはどうやって進むので。まあルキミンのジャンプ力ならこれぐらい飛び越えられるか。ルキミンを過大評価しすぎなのでは。まあそうですよね、無理ですよね。無理ならトロッコ持ってこいって話ですよね。なるほど、こっち側から行く感じだったか。ハムスター？どれくらいの種類出るのか気になってきたわね。いやでもトロッコが走り出してしまったからもう止まれない。さあ天高く舞い上がれ、天高く舞い上がれや。自由自在にゆっくりになれる体をお持ちのようで。トロッコ問題です、どのように進みます。一方通行なのでトロッコ問題もクソもありません。てかしょぼんのボイスに無駄にレパートリーがあり上がる。飽きさせないようにレパートリー豊富にしてくれたのさ。いやでももうピニすぎて聞き飽きたよ。もうしょぼんのボイスは聞きたくないのよ。何？あそこギリジャン横っ飛びなの？何ですかギリジャン横っ飛びって。お、言った、ギリジャン横っ飛び知らないの？ゲームセンター CX のアトランティスのか。そりゃしょぼーんの顔にもなりますよね。だがこんなことでくじける私ではない。ギリジャン横っ飛びだ。行けー、行ったー。マジで行きやがった。ここからもう線路がないんだが。あ、これもう終わったわ。うろー、うろろ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 ろ。なんかこれちゃった。なんか知らんがうまいことこれたな。まあこれが実力ってやつですかね。まぐれってやつです。さあ終盤もトロッコでしぶっ壊れるんだが。まあそこ線路ないんで徒歩で向かってください。トロッコの楽しさ味わったらもう徒歩なんて無理だよ。それでなくてもこいつ足の遅さ使い地なの。ゴールだー。やった、この地獄みたいなところからやっと抜け出せるのね。抜け出せるのよね。邪魔くさいわこのガラクタ。すごい大きな壁が私の進路を邪魔してくる。何？これどうしろっていうの。おーん、まさかの壁を動かせるっていう。なんて斬新なの。じゃあ私の振動を阻む壁はちょっとこっちに行ってもらって。ねえ気づいたんだけど、なんでゴール地点にセーブポイントがあるのかしらん。おかしくない？ゴールなんだからセーブする必要なんてないでしょ。ゴートーヤギー。はは、そうだよね。ゴール地点にセーブポイントあるなんておかしいもんね。で、この高さをどうやって登れと。おヤギ、ちょっと低下せや。いや私気づいちゃったんですね。この壁を持って行って足場に。あー、私の敵はこの壁を移動させてるやつのようだ。おー、ヤギさん、会いたかったよ。何？大事に手紙なんて加えちゃって。なんかのコマンド？上上下下左右左右リエ？コナミコマンド？グラディウスで最強の装備を手に入れるあのコマンド？今の子わからんから。まあでも押してみてるんですけどね。うんともすんとも言わんのですわ。びっくりマークもなんか意味あるのか？わかんないからもう行くわ。いや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 、なんかラストトラップって書いてあるぞ。もうトラップはお腹いっぱいなんですよ。戻ってき
さあ、はい、ということでクリアはクリアですよね。2周目とかあるとかではないの。はい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 、最後までご視聴いただきありがとうございました。